はい、浜松到着しました。現在時刻が2時44分。なんと昼過ぎから撮影なんですけど、日にちが前日の6月17日。で、これからホテルに向かいます。で、ホテル向かって、とりあえず、検量が4時半 で、浜松のゴールドなんですけど、ここから歩いて10分かかんない5分ちょっとぐらいだと思ってるところにあるので、まだまだ全然時間はあるので、とりあえずホテルで体重を測ってそれ次第って感じです。で、今朝体重が 73.9kg でした。多分昨日ね、ちょっと水を抑えたりとか塩分を抑えたりとかいろいろハイパーナイフもしたし、それでむくみとかも抜けたのかなと思うんですけど、結構ね、体の調子もよく、多分体重的にも多分大丈夫だと信じて、この後ホテル戻ってドキドキの体重チェックしたいと思います。多分75キロちょっと過ぎだったら、軽く15分20分水抜いたら検量クリアできると思うので、まあ一旦ホテルに向かおうかなと思います。まあ、食事的にはいつも通りの朝の納豆と卵とのやつと、他でいうとおにぎりを2つ、 160-70g のやつ2つと、あと1食いつもの鶏そぼろのご飯食べてます。塩分的には多分 5g ぐらいかな。今日は多分 10g 以内に抑えて、水も多分2リットルぐらいしか飲まないと思います。ちょっと様子見ではあるんですけど、そこは状態見てやろうかなと思ってます。で、今撮ってるところは昔お母さんがよく迎えに来てくれたうなぎ屋さんの前で、集合っていうワードで集まってた前あたりで撮ってます。今日も大晴天、雲一つない青空だね。暑い。やっぱ東京って涼しいなって思ってたけど、本当にその通りで、浜松はなんかジメジメの気候だから懐かしい暑さです。地元の夏って感じで懐かしいけど、あそこでよくなんかやったんだよな。高3の時は模試やったりとか、それこそお遊戯会やる場所だったりとかするから、そこでまさか大会に出るとは思わなかった。ただ中ホールどこにあるのか知らないんだけどで、こうやって歩いていくと、多分今ないんだけど、この建物奥か、あ、名工技術あって、そこにずっと行ってた。ここないね、もうね、なくなっちゃったね。で、しかも僕が住んでたというかまだいた頃、ここ横断歩道なかったんです。だから地下行くしかないか、向こうの方に歩いていくしかなくて、で、結構不便だから、チャリ組は車の信号を見て突っ切ってた。すごい。どう考えても今正解だよね。それじゃあ一旦ホテルに向かいます。体重測定時間13の体重計、結構食べたからな、ね、いけるな、変わってない。ほら、73.9。いける。もう一食だから食べれて、4時になってもう一回測って、これでその体重だったら多分服着ててもいけると思うから、それで減量はいけるかな。昨日ハイパーナイフしたのがすごいでかい。
まだちょっと全然甘いけど、もう後でまたかかって検量に向かいます。5時、あれ映ってなかった。5時、あれからあんまり食べずコーヒーだけ飲んで、なんだかんだ2時間弱経過して、ホテル出る前も測って、まあ、もちろん体重は変わってなかったので多分検量クリアできるかなと思いつつ、空腹と喉の渇きに戦いながら今浜松のゴールドに向かってます。なんだかんだ浜松のゴールドも1年ぐらい行ってないから久しぶりだね。どこでやんだか知らんけど一旦さっさと検量、多分身長もやらないといけないけど3つ終わらせてご飯食べます。こんなか、え、どこにもゴールドがないやあっちから見るとね、あ、これね、わかる。浜松のゴールドはね、飲食店の中にあるから減量中が結構やばい。ビュッフェの隣にあるんだよね。美味しそうな匂いがずっとする。よし、じゃあ検量に行ってくるのでまた後で。検量が終わりました。終わりです。身長はまあ別に変わることないからいつも通りだけど、 74.4 だから向こうで測ってた分のプラスで腹分かなでした。リストバンドと1個だって、まあ個人的に3つ出るから、しかも爪爪だし1個なのはめっちゃありがたい。パンパンパンってやっていくだけだから。そう、このためにマスキングテープ持ってきてて、裏に書こうかなと思ってたからめっちゃありがたい。164番らしい今回っていう感じでご飯を食べます。めちゃめちゃお腹すいた。一旦どうしよっかな、芋食べて、あとは後で考えます。よいしょ、ザザシティの前。ちなみに今いるところは浜松市民の町と言われてるところ、町行こうぜはここです。あ、ちょっと一旦ご飯食べます。ご飯じゃないな、芋か。でね、今いるところのこの下が割と安めのスーパーあって、スーパーで買って映画行ってた昔、安いんだからそこで食べようか、食べようじゃない、なんかこちら買い物しようかな。めっちゃ逆光だなこっち。この後は買い物してちょっとまあブラブラしつつ、疲れたらホテル戻ろうかな。せっかくの地元だし、明日ね、始まるのも終わるのも遅いから、そんな明日は多分ね楽しめないし。うまっ。それじゃあまた後でお会いしましょう。思い出巡り中、思い出巡りなのかな、たまに来てたところ。でさっきから一食ご飯食べて、買い物もしてホテル1回帰ってからもう1回出てます。ご飯はだいたい2時間に1回、3時間に1回かな。
ずっと永遠に食べてる感じ。暗くなってきたね。軽く散歩して8時ぐらいにはホテル帰りたいね。ちょくちょく動画回しながらお散歩していきます。お散歩から帰ってまいりました。21時過ぎ、8時ぐらいに帰りたいとか言いつつ結構時間かかってしまいました。まあ、本当はね、大会前日はこんなに歩かない方がいいです。歩かない方がいいっていうか、あんまり動かない方がいいです。ホテルで寝れるならずっと寝てればいいけど、まあ、明日大会始まるの遅いから、まあ、ちょっとそういった面でもゆっくりせずに散歩してました。で、これ言ってた、どっかで多分言ってたサバ缶、これセブンイレブンのやつを去年の石川の、あの日本クラシックフィジークの大会の時に見つけて食べたんですけど、結構良かったのでまた買ってきました。 MCT オイルも入ってるし、ね、脂質を取れるので結構いいです。一旦結構ご飯の時間空いちゃったので、おにぎりとこれ食べて、多分もう一食ぐらい食べて寝るかなと思います。のでご飯を食べます。いよいよね、明日ですね。なんか緊張感っていう緊張感はないけど、ちょっとそれここら辺は慣れてしまったからかなと思うんですけど、まあ今シーズンの開幕ということでしっかりやっていきたいなと思います。ステージをね、ステージングを楽しみ。多分大変だけどね、今回ワッペンが1個だから、そこの付け替えしなくてもいいし、経費削減なのかもしれないけど、まあ、そこはすごいありがたいね。そんでこれを今から食べていきます。まあ、明日は多分9時前に起きて、ちょっとホテルのご飯があるので、そこちょっと見に行って食べれそうなものあれば食べて、でそこから 2,3 食詰め込んで2時過ぎに向かう感じかな。だから明日は割と外にいることが多い一日になるかなと思います。基本的に大会の動画を流すような構成になると思うんですけど、そっちも見てください。あといつもコメントで応援していただける方、すごい励みになってます。ありがとうございます。一旦ね、このサバ缶普通に食べて、おにぎり1個食べて、あとお風呂入っていきます。はい、いただきます。肌が綺麗になった。明日はファンデーションを塗って出発するけど、明日のことは明日決めよう。今日は家から持ってきたこのおにぎりのラスト1個食べて寝ます。明日は多分出発する前に軽くお風呂入って汗流してから行くかな。スケジュールは以上出しておきます。午後に本当にパンパンなので、多分いつ見ても出てます。で、今日そんなに摂取カロリーが多くないから、ちょっと多めに芋も持ってきてるし、明日もこれ食べきって行きたいけど、まあ多分現実的に無理かもしれないけど、ちょっと体の状態見ながら食べてます。食べていきます。で、今日こんだけ食べても体重増えてないから、まあそんなに悪くない状態は作れるかなと経験上思ってます。ので、まあ緊張することなく明日ステージ立っていきます。
また応援よろしくお願いします。それじゃあまた明日、おやすみなさい。